2023年9月20日、走行距離が10万キロを超えました。購入からちょうど9年、これまでの10万キロを振り返ります。2014年9月、インプレッサ WRXSTI から乗り換えました。 GDB の車検がちょうど VAB の新登場と同じ時期だったのですが、 VAB の予約開始日に試乗車どころかカタログもない状態で購入してしまいました。ちなみに GDB は約6万キロ乗りました。今思えばもう少し GDB に乗っても良かった気がします。 VAB 購入後、自分で水温、油温、油圧計やブースト計をつけました。この辺りにあるメーター類です。2015年1月、マフラーを変えました。 GDB に比べると車内が静かで驚きました。結果、シフトタイミングがつかみにくいので変えました。また VAB 購入から1年に満たない時期からハンドルを切るとシュルシュルと音が聞こえるようになりました。1年目の点検で相談した結果、ステアリングギアボックスの保証交換に同時に VAB の初期生産分で DCCD の制御部に不具合があるとのことで制御ユニットの交換も行いました。結果、ハンドル操作時の音はなくなりました。2016年4月、左リアにネジが刺さりました。出先だったので、カー用品店で修理しました。また同時期、ナビをディーラー向けモデルから市販向けの磁気モデルに入れ替えました。理由はディーラー向けには機能制限があったり、市販向けの磁気モデルが安く購入できたためです。2016年12月、スタッドレスタイヤを買いました。ピレリのタイヤにホイール付きのセット品です。2017年6月、早くも1回目の車検が近くなり、バッテリーを交換しました。そして2017年8月、1回目の車検直前、飛び石が当たり、フロントガラスに傷がつきました。市販のリペアキットを使って補修してみたところ、傷はほとんど見えなくなりました。2017年8月、3年経過し、初回の車検を行いました。2017年11月、ミックスポイラーを当ててしまい、一部が外れて隙間ができてしまいました。ベルナットと呼ばれるナットを買って直しました。2018年は特に何事もなく経過しました。そして2019年2月、2回目の飛び石です。前回よりも大きい傷がつきました。今回もリペアキットで補修を試みましたが、傷を埋めることはできませんでした。この辺りで時々キラキラと光ります。幸いその後の車検は通っています。2019年5月、
再び左リアに釘らしきものが刺さりました。今回は修理キットを使って自分で直しました。そしてわずか2ヶ月後の2019年7月、今度は左フロントにネジが刺さりました。また自分で直しました。2019年8月、5年経過し、2回目の車検を行いました。2019年12月、スタッドレスタイヤに交換中。外した右リアタイヤにまた何か刺さっていました。宝くじを買おうかと思いながら、また自分で直しました。2020年7月、定期点検でブレーキパッドを交換しました。2020年8月、夏タイヤも消耗、劣化があったので、ネットで購入して取り付け店で交換しました。モモブランドのアジアンタイヤです。2020年12月、スタッドレスタイヤに交換中。下回りを除くと、ステアリングギアボックス付近が濡れています。ここ数年、冬の寒い時期はパワステポンプから異音が出ていました。年が明けて、2021年3月、ステアリングギアボックスの配管継ぎ手からの漏れとのことで、定期点検で修理しました。漏れは治りましたが、ポンプの異音は引き続きありました。2021年8月、7年経過し、3回目の車検を行いました。しかし3回目の車検中、私が関与していないところで、フロントバンパーに傷が、見た目以上にダメージがあり、内部の取り付け箇所が破損。翌2021年9月にバンパーを新品交換しました。このような書類に初めてサインしました。2021年11月、パワステポンプからのフルード漏れを発見。リザーバータンクの下側も漏れています。3月に修理したばかりなのに、2022年3月、バッテリーを交換しました。2022年7月、パワステの修理を再び行いました。今回はポンプ本体から配管すべてを新品にしました。2023年2月、リコール対象のバックランプスイッチを交換しました。またこの頃から、左フロントからグオングオンという音が聞こえるように。ハブベアリングを疑っています。2023年8月、9年経過し、4回目の車検を行いました。走行距離も10万キロ目前なので、10万キロ整備も行いました。左フロントの修理も予定しましたが、車検時では異音が確認できず、その結果、左フロントは修理せずに様子見になっています。そして2023年9月現在、走行距離が10万キロを超えました。左フロントの異音やクラッチの消耗具合が気になりますが、まだこの車に乗り続けるつもりです。ここから10万キロまでの給油記録について、9年間の燃費です。最も良かったのはリッター 11.33 キロ、最も悪かったのはリッター 6.49 キロ、平均ではリッター 9.58 キロでした。こちらはガソリン単価。
最も低い金額は1111円、最も高い金額は今現在の1187円、平均ではおおよそ148円です。これまでの総給油量は14,63リットル、合計金額は154,680円以上、10万キロまでの記録でした。